みなさんこんにちは。矢野純子チャンネルです。ですと言いながら耳録スタッフの、はい、我々も一緒に映っておりますけれども、はい、この間ですねライブ配信で、ツイキャスの見方徹底解説というのをやろうとしたんですけれども途中で機材トラブルがありまして止まってしまったので、はい、その時の映像と、今日新たに別日なんですけど撮り直して徹底解説動画に、しようと思っております。先日は、ツイキャスの簡単な説明から、うん、アカウントを新たに登録するというところまで行きましたね、うんうん、はい、というわけでその時の様子をどうぞどうぞ、はい、ツイキャスっていうのはあのライブ配信に特化したサービスです。で、矢野純子がやっているジュンズルームはツイキャスを、主に使って有料配信をやってるんですね。で、見るのはパソコンとかスマホとかタブレットとか、まあ結構何でも視聴はできるということになってます、はい、そしてその中のプレミア配信っていうのが、まあ、有料の配信なんですけれどもそのプレミア配信を視聴するにはですねツイキャスの、サービス の, そのサイトの、ね中で販売しているチケットを購入しないといけないと。でチケットを購入するにはツイキャスのアカウントが必要になると、うん、はい、いうことになっております。これからはあのこの画面上でちょっと操作していきます、うん、でツイキャスって、まあ、Google でここね、うん、入れて検索すると、まあ、出てきます。大体、まあ、一番上に出てくるかな。カタカナでツイキャスって入れれば、うん、で入ります。入るとこれログインもちろんしてないですね。僕は登録してないのでこのねトップページがねめちゃくちゃね、うん、チカチカしてねそこでまず挫折をしてしまう人が多いと思う。チカチカとおっしゃいますと、うん、なんかすごいいっぱい知らん人の写真が載っちゃうよ。あ、これね。そう、はいはいはい、それでもクラクラってして、うん、無理やって。あー純子見たいのに。そう、純子おらんやないかと。そうそうですね、確かに。でもここで検索するんじゃないですか。だからここでめげないことですね、まずこれちょっとドキッとするわ。検索候補にキューバって出てくる。やばいやばい。これはエッチなやつ検索しちゃったら出てくるやつですね。ツイキャスでエッチなやつ検索できるか。いや、これ多分ツイキャスでキューバって検索僕してないと思うけど多分別でキューバってしたんでしょうね。はい、よかった、巨乳とかしてないそれまた別の話になってきますね。じゃあ矢野純子ってやってみますね。お願いします。あのね、矢野綾子って言ったらすぐにね。あーいや、子って言純子の純子、ね、違うね、あーいや、子、はい、これですね。そう、じゃあ検索してみますね。はい、出てくるかな。出てきた。あー、出てきてない。んこれは違うんですか、この回って。そのユーザーっていうところユーザーします。ここですか。そう、うん、あでちょっと出てきてなかったのでユーザーってやったら出てきますが、これね、うんうん、ああ、まあ、その下の方が下に勝手に飛ぶってことか。行くだけなのこれやね。おった、これですね、うん、ピアノと歌アットコーチ。はい、じゃあこの矢野純子の名前押します。押します。はい、これが純子のページ。そうです。ですね。はい、はい、というわけでこれが純子のページでした。で、じゃあもうすぐ始まるよってここがオフラインってなってますけど、はい、ライブ配信を始めるとここで勝手にも見れるってことですか。基本的にはライブってことそう思います。ね、このライブってここでいろいろ切り替えれるんですね。そう、はい、切り替えたら過去にやったやつも残してるやつは見れると、うん、無料配信のやつは残っちゃう、ね、うん、有料のは2週間で消えるんですよね、確かね、うん、で、サポーター93人いるんですか。いやーい、わお、これはいろんな、あ、これ皆さん登録してる人ですね、うんうんうん、いろんな名前で、ね、本名じゃなくても、うんうん、登録ができるってことですね。サポーターになってる人の名前が見れます。はい、で、まあ、とにかく見ようと思えばライブってところを見ると、うん、ここが今はオフラインになってますがこの後ちょっともうちょっと進んでから、うん、2人には別室に行ってもらって実際にツイキャスでプレミア配信をやってもらう、うん、そうなん。で、それにこっちが支払いをして、うん、ここで見る、隣の部屋で演奏している、そうっていう仮でね作ってみましたのね、はい、やってみますので、うん、で、プレミア配信予告ってここにありますね。そうなんです、はい、あ、それや、今これ、ね、作ってるやつや。これは次回の、プレミア配信の予定がここに出るってことですね、うん、これなんですね、うんうんうん、そう、はい、じゃあちょっと押してみます。はい、お、なんか出てきた。商品詳細ってなってます、うんうん、プレミア配信は有料なので商品っていう扱いですね、うん、で見ていくとタイトルがあって、まあ、いやこの写真は最高です。すごいねどこでバカンスですか、これは。
井戸井戸井戸ね、隣町ね、うん、はい、ということでこの今回この YouTube のテスト配信用に隣の部屋でツイキャスプレミア配信しますっていう一曲歌それあ、一曲ね、うん、はい、で実際に、隣の部屋行ってだから純子と絹代はコメントを僕が入れてそうここでねツイキャスログインして無事見れるようになって始まったら、うん、コメント入れてコメントを向こうで呼んでもらったりね距離のある家族みたいな感じです ね, ね, ですね家の中でページでやりとる、はい、じゃそれをねやってみたいと思いますので、はい、じゃあ、これですね、うん、ちょっと1回戻ろうか1回、うん、じゃこれ1回消してこれですねこの矢野純子のトップに行きまして、うん、検索してねツイキャスで、うん、行ってここにありますね、うん、プレミア配信予告のとこを押すと押すと次回のが出てくる、うんね、これは1個しかできない下に行ってみて下に行ったらねあ次のやつも次のやつもあじゃあ直近のやつが出るってことですね、うんうんうん、じゃあここですね、うん、やるべきはログインして購入する、うん、で僕はアカウント持ってないんですけどとりあえずログインって購入するっていうのを押してみます、うん、これかな作成かな持ってないので持ってないけど、ね、上は無理やキャスアカウントっていうのがツイキャスのアカウントってことですね、うんこうんうん、なんか新しい名前が出てきますけど その上の、はい、ツイッターとかフェイスブックインスタからもいけるってことね、はい、の、アカウントでもログインできますログインできるじゃあちょっと新たに僕はやってみます、うんうんうんこれツイキャスだけのアカウントです ね, あそうですねキャスアカウントっていうのがねはいじゃあやってみますパスワードも見えるのかなってやつですね。やばくない？大丈夫ですよ。じゃあ、いや、アルファベットだけですね。うん日本語使えない。うんうん、数字、大文字とかはいける。山優にしましょうかね。すでに登録されています。あらら。あら。新たなる山優。あ、アンダーバーが使えるからね。OK。じゃあ、優。あ、いける。これいける、ね。OK。はい。じゃあ、お名前、ニックネーム、あ、こことここは違うってことか。うん。なんかどっちがどっちか分からんけど、どっちかは変えれんがって。多分アカウント ID が変えれん。じゃあメールアドレスにしとこう。あのね、でもね、どうなかる？純子のいつもコメントに来るみんなの名前がすげえ複雑なのがあるけど、うん、アカウント ID で休暇かもしれん。ちょっと真面目にこう書いてるよ。それでちょっとやって。公開してが、E メール。よもう下に映っちゅうね、うん、みんなゆうやに配信してほしいときはこのメールアドレスにですねパスワードこれ出るわかなでんねよし、うん、よかったじゃあちょっとここつさんと手をめっちゃ構えちゃったあ逆やこうあっちがこうかはいで私はロボットではありませんとでロボットではありませんを押してプライバシーポリシーに同意するこれはちゃんとここを読みましょうおお、なるほどはい、まあ、はい、そういうことね読んだ、早っってことでキャスアカ…あ、これだけで作成できるってことそうですねアカウント ID 適当に決めて、うん、名前も適当にニックネームやき、うん、フルネームで僕は入れたけど、うんうん、何でもいいんですよね、うん、そうですねバレたくない人はそこにねまあニックネーム入れればいいってことですよね、うんうん、OK でメールアドレスはちゃんと入れましょう、はい、でパスワードも忘れないようにしましょう、うん、メールがね届くのねこの後そうねああそっかじゃあ行きます、はい、パスアカウントを作成パスワード保存しますか、まあ、ここはね僕はパソコンの問題だけど僕は保存してますけどまあお好きにどうぞでプロフィールはもうなんか適当に入れてくださいはいで更新するでいいのあ、もうこれで、はい、ここに出てますねここに自分の名前が出れば、うん、アカウントできてますあ、ほんまや出た、出ました、言うやね、ってことですね今、その登録をしたので登録を完了させるためのメールがはい、開いてますさっきの登録を入力したアドレスにあ、これねなるほど別に純子もこれ押していいから4番、純子カメラ4番ね、うん、これねはい、じゃあ切り替えますはい、はいこのメールが届いてました、うん、で、ようこそツイキャスへというこれをクリックすると登録が完了してないさっきのじゃダメかこれね完了するまでいきましょうはい、押しました、はい、メールアドレスの確認で、うん、メールアドレスを設定しましたとはい OK OK はい、というわけで、先日の動画で、アカウント登録まで行きましたけれどもツイキャスでライブ配信を見るときに、チケットの購入とプレミア配信の時ね、プレミア配信の時は、うん、
必要なので、そのチケット購入を今からやってみたいと思います。この画面上ですね、これがあのツイキャスのトップ画面なんですけれども、うん、ここですね、この部分公式ストア、ね、はい、公式ストアを押しますと、いろんなキャスマーケットで出てきて、まあ、ライブ配信のチケットがざーっといろいろ出てくるんですね、うん、知らない人がね、どっさり出てくるわよ、ね、うん、で、ここちょっと見えにくいですが検索っていうのがあります、うん、はい、これを押して、矢野純子と入れます、うん、ピコこう出てきました、どどん、はい、これは、矢野純子のこのページで予定しているのがこれ一通り出てくるんですね、プレミア配信もね、はい、うん、で、一つちょっと先にあるのがありますけれども、今回はこの徹底解説、はい、このね、テスト配信用のチャンネル、これに入ってみます、はい、で、上から、タイトルが出てきて、うん、まあ、マダム映ってますよ、最高この写真で、これね、まあ、もうこれ配信用に今日っていう設定にしてますけれども、うん、この9月6日に収録しております、はい、で、テスト用ですよってことで、これあのこの、配信自体は、うん、この収録が終わったら消しますんでね、はい、あの皆さんが見れる状態ではないんですけれども、うんうん、でここですね、購入すると、かわいいボタン、はい、これを押します、もうログインしてるからね、はい、うんうん、ですね、で購入アカウント、これ僕の山下優也のアカウント、この間作ったので、うん、これで、僕が買いますということになっています。へ、メッセージってありますね、これがあの、うん、購入した時に、うん、応援コメントなんかを入れられると、そうなの、ね、みんないっぱいね、はい、くれてます、はい、うん、ちょっとじゃあなんて入れようかな、楽しみにしてますということで入れてみます普通のコメントでございますありがとうございます、はい、で、あ、プライバシーポリシーね、うん、まあ、これささっと読みました、ふむふむ、はい、で同意するというところにチェック、同意しまくる、チェックしてもらって、いや、ちゃんと皆さん呼んでくださいよ、ちゃんとね、はい、で、支払いに行きます、はい、はい、というわけで当ててますね、まあ、今回300円なんですけれども、うん、システム利用料っていうのがね、これ一つ、これがチケットが1000円でも2000円でも3000円でも利用料100円がちょっと追加でかかると、うん、今回300円のチケットに100円で、金額は400円に合計でなっております。させん。はい、させん。で、お支払いを完了すると商品の購入が完了します、うん。45分以内に購入が完了しない場合は、あ、キャンセル。うん、なんですね。はい。で、クレジットカード、Amazon Pay、ネット銀行、あ、ですね、とりあえずね。使えますね。はい。あ、当日なんでね、今日は。そう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 。あの、コンビニ払いとかも前日より前ならば、買えるということになっております、うん、というわけでクレジットカードを選択します、はい、で、あ、情報入力ですね、まあ、ここは皆さんやってください、はい、出ました、はい、お支払いありがとうございましたということで、うん、まあ、この画面が出たら OK ってことですね、うん、そうですね、はい、はい、で、これで、一応ね、このようにお知らせもありまして、はい、内容確認するってボタンがここにあります、うんうん、はい、あ、出ましたね、そう、はい、で、あ、視聴ページに行けるんですね、そうなん、はい、お、出たー、で、こうなっていると、うんうん、矢野純子のページなんですけれども、そう、で、ここ見て、はい、次のライブが始まると自動的に再生開始されます、ここがもう配信の画面なんですね、そうそう、ってことはこれを押すと大きくなるのかな、うん、大きくなったりしますね、はい、で、じゃあここで下見ると、うん、あ、矢野純子の、まあ、ちょっとアカウントの情報とか出てきたり、履歴ですね、前にあったのが出てきたりしますけれども、今回はこの今青くなってる画面で、配信が始まると、うん、自動的にここに映されると、はい、いうことですね、はい、では、別室行っていただいて、はい、ちょっと配信の準備をしていただきましょうか、はい、オンしたりオフしたりオンしたりオフしたりっていうのが、どう、始まった、始まった、何これ、始まるよってあのやってくれてオープニング画面を作ってくれたので、まあ、こんな感じであの、うん、ジュンズルームってね、あの純子がやってる、配信では、うん、なんていうかな、本番のカメラの映像に映る前に、うん、このように待機画面みたいなのを作ってます、うん、で BGM もちょっと流れてますね、
はい、で多分間もなく、カメラが映カメラの映像に変わると思いますので、はい、あ、お、来た来た来た、来た来た、イエーイ。ちょっとコメント入れてみますね。はい、コメントを入れてみます。ちょっとハローとね、ここに文字を打ちまして、コメントってボタンを押すと、はい、あ、出ましたね。ここにあの自分の名前が出ます。山下優也ハローと出ましたね。はい、出たね。お、これ矢野純子の、はい、逆のページから配信してるので、コメントを打ったら矢野純子になってます。あ、そっかそっか、そうですね。あのこの矢野純子でハローハローって返してくれたのは、そっちの純子じゃなくて絹代が書いたのが純子として表示されるってことですね。そう、はい、今はね、ですね。でちょっともう一回あのコメント返してみます。はい、こっちのこっちが喋ってるのは向こうには聞こえてないので、うん、もちろんね、うん、コメントで返入れると。じゃあ純子ちょっと向こう行ってみますか。うん、ですね。実際、ここから純子がカメラを持って向こうに行ってみるので、どんな感じで配信をしているのかが分かると思います。じゃーん、こちら、はい、こういう感じで今日は、うん、パソコン内蔵のしょぼいカメラでねやってます。すごい言うちゃけんいつもは本当光害質が美しい感じで、まあまだ準備中、準備中。ゆうやん、なんかどんな感じですか、向こうは。向こうもね、うん、見えてました、うん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 、ただパソコンのしょぼいカメラとマイク焼き、うん、そうだね、こだましちゅあ、純子さん見えてますよとのことです。で、私がここで返せるがよね、うんうん、見えました。見えた。それについてはまだね、うん、あ、そっか、やるがややるがやった、うん、でもまあ、うんうん、本番中は返さんけどね、うんうんうん、あのMC で開演します、見てますよって、うんうん、で本番中返してくれてるのは耳録です。そうです。うんうん、あと何か言わないかんことあったっけ。いや、いいと思うね。えね、では続きまして、スマホで、見る場合っていうのをやってみます。はい、はい、購入すると購入完了しましたっていうのが出ます。で、メールが来る。メールがね、あ、そう、出ますじゃなくて、メールが来てですね、うんうん、そのメールを今見てます。と今見てますね。で、400円で買いましたよということで、うん、下記の、あ、以下のリンクからご覧、ご確認いただけますですね、うん、購入の詳細、まあ、押してみましょうか。ログインしないか。あ、そうね、ログイン、そうか、こっちでしてなかったのでログインします。携帯でもログインしないかですね。まあ、そりゃそうだね、改めてね、うん、はい、はい、ログインできました。はい、ログインできました。はい、はい、で、あ、ここにね、購入の詳細ということで、購入したのがここに出てます。で、あ、ここですね、下の方行くと視聴ページへっていうのがあるので、ね、うんうん、これを押します。パソコンと一緒やね。はい、あ、アプリで視聴ってやつがありますね、うん、はい、これアプリをダウンロードしてもいいけど、うん、なんかね、見れない場合とかもあるので、うん、このままでもいい。あ、ウェブで表示ね、うんうん、ウェブで表示を押すとここにあります。ウェブで表示を押すとここでそのまま見れるってことですね。押してみますね。はい、お、出ました。宣伝がいろいろ。あ、ここね、ここは宣伝ですね、うん、関係ないですね。これですね。そうですね、はい、ここが同じ画面ですね。つまりこれと、うん、パソコンと同じ画面が出ています。え、押すと、
今オープニングガード、うん、これも今配信してるってことですよね、うん、あの待機オープニング用の待機画面を出してるので、うん、あ BGM も流れてますね、はい、ちょっとパソコンの方は音切ってるので、はい、まあ同じ画面になっていますってことですね、うん、じゃこれをアプリで開くとどうなるんでしょう。はい、これが、アプリの方の画面ですね、うん、でこれにも、矢野純子っていうのがこう出てますね、買ったやつが、うんうん、で押してみます。あ、またね、うんうん、メールから直接見たのとこれアプリで見てるのと同じような画面が出てきますね、うん、ちょっとコメントが下に出るってとこはちょっと違うのかな、表示のされ方が多少違いますねこれ。はい、で、まあ、やはり出てる画面は同じということになります、うん、でもここから今オープニング待機の画面なので、カメラの方に切り替えると両方とも切り替わるはずですと、はい、いうことで、無事にスマホの方でも、まあ、アプリなりメールから直接はウェブ版で見るっていうのとね、うん、はい、一通りこれでできるということが分かっていただけたと思います。はい、切り替えてみますかパッと。あ、そうですね、うん、ちゃっちゃっ、はい、で、スマホ版でもカメラに切り替わったらどうなるかっていうのね、ちょっと今からやってみますので、はい、お、切り替わりました。お、はい、絹代さん映ってますね、うん、でこれは、横にすると、あ、全画面になりますね。全画面になってここにコメントが出てきてますね、うんうん、かぶっちゃうね、はい、はい、あ、でエンディング画面が出ました。でパソコンの方もエンディングが出てました。パソコンも、これ大きくできますよね。この全画面表示っていうのを押すと、うん、全画面で出すことができます、うん、はい、じゃあパソコンの方でこの、歯車マークからここに画質を選べるとこがあるので、今中画質でこんな感じの画質です。ちょっと画面で分かりにくいかもしれないですが、高画質に切り替えてみます、はい、うん、違う、綺麗になったね、くっきりになりましたね、くっきりした、はい、ではもう一度戻してみます。どうなるかな。 あ、ちょっとね、ザラッとしましたけれども、これは視聴環境によりますよね、うん、視聴環境があまりこう通信速度が速くない場合は、切り替えるといいと。で、スマホの方の方もありますね、超高画質、ソース画質、標準画質、低画質と最低画質、うん、結構いっぱい選べますね、うん、で、まあ、Wi-Fi で見るときは超高画質やとちょっとカクカクしたり止まったりっていうことがあるかもしれないので、まあ、ソース画質、このね、低遅延っていうか標準画質、うん、このどちらかぐらいで見るといいと思います、ね、っていうのはスマホは画面がちっちゃいので、うん、解像度が多少低くてもパソコンでね、大きい画面で見るときは解像度高い方がもちろん綺麗に見えるんですけれども、その辺を調整すると、滑らかに見えるというのがありますので、まあ、画質優先でいくのか、うん、こうカクカクせずにスムーズに見たいのかというところで、うん、パソコンの方も、スマホの方も自分で選んでいただいて見ていただけるということになっております、はいはい、オフラインになりましたね、うん、でこれは、待機、まあ、エンディングとかのね、待機画面があって、うん、終わるとこういう風になります、はい、で、全画面表示をちょっとやめてみますね、うん、こんな感じ、はい、最初の画面に、まあ、戻るような感じです、はい、はい、で今公開処理してます。あ、はい、で、まあ、オフラインになると、配信終わったということになります、うん、っていうのはツイキャス配信自体が終わったらこういう画面に戻るので、うんうん、これは後から追っかけて見れるんですよね。見れるんですけれども、アーカイブが2週間見れます。ここですね、ライブ履歴ってやつを押すとこのように出てきます。先ほどのやったやつがね、でちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、うん、録画購入済みって出てます、うん、でこの下に録画って出てるやつがいくつかあるんですけれども、これは前の、5月とかにやったんですね。だいぶ前にやったんですけど、無料のやつは、うん、ずっと見れるんですね、うん、で有料のはこれ2週間だけ見れるんですけど、ちょっとそのことは書いてないですけど、2週間経つと勝手に消えます、はいはい、で、まあ、今回はこの、視聴方法徹底解説のために作ったのですぐこれは消しますよね、はいはい、なんですけど、まあ、今見れるはずなので押してみると
あ、来た来た。これですね。で、再生ボタンがあるので、これを押してみます。はい。ね、このように始まります。ちょっと先送りしてみます。そう、それでね、純子が言いたいのは、はい、だいたいあのアーカイブ見るときに、うん、最初に10分か5分ぐらい、ほら、うん、そのオープニング画像で、うんうんうん、つまり固定画面ね、そう、会場時間的な、はい、やきずっと変わらんっていう人が前おったけど、あ、5分か10分さっき進めてくれたら、そうですね、セットライブになります、はい。まあ、これで言うと1分ぐらいしか進めてないんですけど、普段は5分10分ぐらいその時間を、うんうん、最初と最後にね設けてますんで、うん、まあ、ちょっと早送りこうやってここであのマウスで動かしてこうやってすると飛ばせるので、うん、MC も飛ばせます ね。で、生配信生配信の時はね遅れないんですけど、うん、もちろんこうやって後で振り返る時は、うん、自分の好きな曲だけ何回も聴いたりも ね、 そうね、できますし、うん、はい、MC ばっかり聴いたりもできますね。できますね、うん、ああおるかな、自分のこうメッセージをほらあ、そうですね、ああ、自分がここにね、あ、これコメント表示もできるので、別画面、別画面になりましたね。そうなの、これはこれはしょうがないのか。そう、うん、しょうがない、ですね。うん、うん、ああいうことないか、ね。スマホの方もですね。あ、そうか。この画面に行って、こう下の方に行ってもらうと、ここに録画っていうのが出てきてますので、うん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 、これを押すとさっきのやつが見れますね。はい。うん。はい、というわけで、ここまでツイキャスの登録方法、そして、プレミアライブってね、有料のチケットの購入方法、そして、購入したらどのように見れるかですね、うん、あと、生配信だけじゃなくて録画も見れるので、それの見方というところまで説明してみました、お分かりいただけたでしょうか。めっちゃ分かった。分かった。実は純子は見たことないもんね。ないんですね。あの映る側、中の人ですからね。そう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 、はい、ということで純子さんが分かればみんな分かったんじゃないかなという。多分 ね、赤子の手をひねるようなものですちょっとなんかちょっと違う気がしますけれどもはい、という感じで、はい、これからもね、あの、うん、ジュンズルームはじめいろんなの見ていただけたらというふうに思います。ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあお別れメッセージどうぞ、うん、これであなたもいつでもジュンズルームに遊びに来れます。ぜひ心より毎月ね、やりゆき、あのご来場お待ちしております。また見てね、ツイキャスも YouTube もよろよろほんま、あいつええタイミングで吹くねほんまにいや、いいんじゃない、なんか皆さんこんにちは。矢野純子チャンネルです。今日はですね、純子の、寝起きドッキリ。うそやん。やってますよ。うそやん。はい。先ほどね、ツイキャスに登録するというね、あのその段取りの、収録をしようという趣旨で集まりましてですね、その準備をしておりまして、我々二人はね、で打ち合わせとかを入念に隣の部屋でしていたんですけれども、純子ちょっと休むわということでソファーに横になり上がりましてですね、もし本気で出たら寝起きドッキリを絶対にやるというふうに脅迫したんですけれども、本当に寝上がりましてですね、というわけで、こっそり入ってきて録画ボタンを先押してね、あのその間も全く気づかず、もしかしたらね、たぬき寝入りかもしれないということで来たんですけれども、泣いた、大成功ということで泣いたはい、というわけで一旦、ここで切りまして、あの本編の方に入りたいと思います。はい、ほんまに